話題沸騰中の BTS。 メンバー同士の仲が良く、いつもじゃれ合っている彼らはアイドル芸人なんて呼ばれることも。そんな BTS メンバーの女装や着ぐるみ姿などコスプレ姿が必見。美しいビジュアルからは想像つかない仮装から、素材を生かした仮装までをどんとご紹介します。大爆笑してしまう BTS メンバーの可愛いコスプレ姿、見逃せません。 BTS のコスプレに大爆笑。これまでハロウィンを中心に多くのコスプレ姿に挑戦してきた BTS。 普段から飾らない姿を見せてくれる BTS メンバーは、仮装した姿も惜しみなく披露。その姿はどんな格好でも可愛らしいですよね。仲が良いメンバー同士がそれぞれキャラクターになりきってはしゃぐ姿には爆笑することも。そんな BTS の仮装を楽しみにしているアーミーは多いと思います。それでは過去にどんなコスプレをしてきたか振り返ってみたいと思います。アーミーにとってはどれもお宝映像です。女装編、まずは爆笑必至の女装編から。ちょっといかつい女子たちですね。初期の頃の BTS メンバーの女装姿です。 BTS の女装と聞くとどんな美人になるのかと思いきや、予想を裏切る仕上がりに大爆笑。肩幅が広いジンはドレスの背中のファスナーが閉まらなかったようで、全開のまま撮影に挑んでいます。テテの姿は妖精なんだとか。テントウムシみたいで可愛いですが、いい意味で期待を裏切ってくれています。RM に至っては女装というよりコスプレ。月に代わってかなり厳しいお仕置きをされてしまいそうです。面白おかしい女装の仕上がりになっていますが、本気メイクによる BTS の女装もぜひ見てみたいですよね。 BTS の女装といえば、走れバンタン EP11 の企画内で披露したシュガの女装姿が有名ですね。防弾高校を舞台に転校してきた女子高生ミンユンジに扮したシュガ。透き通るような白い肌にメイクが生えて黒髪ボブの女子高生姿が可愛いと好評に。ちなみに他の BTS メンバーはユンジの心をつかもうと奮闘する個性豊かな男子高生を演じました。そんな男子たちの視線に臆することなく髪をかき上げる姿に、ミンユンジさんとても綺麗、どこのガールズグループなのと、アーミーからは冗談交じりの声が上がり、ネットでも話題に。事実を知らない人たちからも、正体は誰なのと関心の声が寄せられました。仮装編、続いてアーミーから多くの期待が寄せられるハロウィン仮装編です。今年は1年ぶりとなるオンラインライブもあり、ハロウィンではなくシーズンズグリーティングスとして仮装した姿を披露。シーズンズグリーティングスはシーグリと略され、1年間応援してくれたアーミーへ向けての感謝の贈り物、そして新しいシーズンを歓迎する年末年始の挨拶でもあります。今回のコンセプトは悪役。役どころはジン、シャドウハッカー、シュガ、グレーピアニスト、ジェイホープ、ミスティックストラテジスト戦略家、 RM、マッドサイエンティスト、ジミン、野良猫、テテ、運命のリーダー、チョングク、アクションテイカー。 BTS メンバーの個性を生かした配役になっていますよね。悪役らしいダークな雰囲気が素敵で、セクシーな大人の魅力が満載です。メンバー全員がとても似合っていますよね。2020年はお化けに扮した BTS のスペシャルフォトが公開されました。お化けの白い布を取ると、顔にハロウィンシールを貼った可愛いメンバーたちの姿が。公式 Twitter のリンクから全ての写真が見られますので、ぜひご覧ください。どのお化けが誰だかわかりましたか？2017年は BTS メンバーがまさかの白雪姫に挑戦。主役である白雪姫はじゃんけんで負けたテテが演じることに決定。負けた瞬間悔しそうに沈黙していたテテですが、白雪姫姿が可愛すぎる。もちろん
大きな靴を履きながら踊る小人さんたちもとってもキュート。途中靴が脱げるシーンもありましたが、コスプレ姿でキレキレのダンスを踊り切り、2017年のハロウィンは大注目の仮装となりました。2015年は BTS メンバーがそれぞれいろんなキャラクターに変身、個性が光る仮装ぶりがこちら。ジン、カボチャ、シュガ、ナルト、ジェイホープ、スターウォーズ、 RM、グデタマ、ジミン、ミッキーマウス、テテ、ドラキュラ、チョングク、コナン。日本人に親しみ深いキャラクターが多くてなんだか嬉しいですよね。中でもクオリティが高いシュガのナルト姿が好評だったようです。特にコンセプトを設けず何でもありで自由な雰囲気が BTS らしくて楽しそうですよね。 BTS のハロウィン仮装の中で最もクオリティが高かったとアーミーから好評なのが2014年。確かに衣装もメイクも凝っていて、いかにもハロウィンといったダークな雰囲気の仮装です。ジン、ジャック・スパロウ、シュガ、チャッキー、ジェイ・ホープ、パピオン、RM、ドラキュラ、ジミン、チャップリン、テテ、ジョーカー、チョングク、死神。目を引く RM のドラキュラ姿から始まる動画はインパクトが強いですよね。そしてキャラクターになりきった BTS メンバーたちが楽しそうにパフォーマンスする姿がなんとも可愛い。本格的でダークな仮装なのでクオリティの高さにドキッとする瞬間も、ハロウィンらしさもたっぷりと味わえます。着ぐるみ編。 BTS が仮装するのはそれだけではありません。さらに可愛さましましの着ぐるみだって格好よく着こなしちゃいます。着ぐるみ率が高かったのが2016年のハロウィンコスプレ。一体どこで衣装を手に入れたのか不思議に思ってしまうものばかりです。ジン、カウボーイと馬、シュガ、韓服、ジェイホープ、骸骨、 RM、ライアン、ジミン、白菜、テテ、カードキャプターサクラ、小狼&ケルベロス、チョングク、ウサギ。なんとも可愛らしいジョングクのウサギ姿に、こんなウサギ飼いたいとアーミーは騒然。丸々した白菜の着ぐるみをまとったジミンはダンスの最中顔が埋まって見えなくなることも。そんなジョングクウサギと白菜ジミンの絡みがとにかく可愛い。ポテポテと動く姿に癒されます。着ぐるみを着ていたらかなり動きにくいと思いますが、難なくハードなダンスをこなすところはさすが BTS ですね。また走れ万端の罰ゲームとして BTS メンバーがプロデュースした BT シビルの着ぐるみを着用することも。シュガがジミーや RJ の着ぐるみを着て登場しますが、その可愛らしい姿に本人もまんざらではない様子。シュガペンも大喜びの罰ゲームで、中には着ぐるみを着る罰ゲームの復活を望む声も。2018年に開催されたペンミーティング、通称ペンミでは、アーミーのために BTS メンバー全員が着ぐるみを着てステージに立ったことも。着ぐるみ姿で歌ったり踊ったり、ステージを走り回る姿を見たアーミーからは可愛すぎるとの声が相次ぎ、着ぐるみ少年団などの愛称で親しまれました。罰ゲームに続き着ぐるみ少年団の復活を望む声もあり、 BTS の可愛すぎる着ぐるみ姿はアーミーにはたまらないようですね。またダイナマイトに続いて大ヒットとなったバターのカラオケバージョンの動画では、 BTS シビルのキャラクターの被り物やアフロをかぶったキュートな姿で登場。7人がリズムに合わせて首をかしげる姿は愛嬌があって可愛らしい。かしげる方向がバラバラなのも個性豊かな BTS らしさがうかがえます。メンバーの仲の良さが伝わってくるこちらの動画の再生回数は2000万回超え、完全に好き勝手やっているコスプレ姿についつい笑ってしまいます。楽しそうな BTS の姿は見ているだけで元気がもらえますよね。まとめ以上、
ハロウィンを中心に BTS のコスプレ集をご紹介しました。女装、仮装、着ぐるみ、あなたはどのメンバーのどんなコスプレ姿がお好きでしたか？最強のギャップを持つ BTS の仮装姿はメンバーに対して今までよりもっと愛着が湧きますよね。いつもアーミーのために試行錯誤してくれる BTS の活躍にこれからも目が離せません。